さて、藤原氏がその政治の実権を 100% 完全に失ってしまった鎌倉時代ですね。で、この頃になると藤原氏の中でも嫡流、つまり直系ですね、直系の家が、直系の5つの流れのうち5つの流れがあったんですね。その直系 の、 あの一族5つの家があったんですけど、その5つの家がそれぞれ交代で摂政や関白を務められました。何の地位もなく、何の実権もなく、単なる名誉に過ぎないんですよ。しかしこの5つの家に分かれましたね。5つの家に分かれたっていうのは実はこれ大きな要素です。どういうことかというと、すなわちこの5つの家です。この家、不条家、最後がちょっとややこしいんですけども、高塚家、この5つの家が、この5つの家なんですけども、本姓、つまり姓はあくまでも藤原です。しかしその藤原とは別に地名あるいは屋敷名で、この家、不条家、二条家、一条家、高塚家という名字を持つようになった。それを名字として名乗り始めた五石家の、これがいわゆる五石家と言われています。この五石家が鎌倉時代に誕生して、この五石家が交代で摂政や関白を就任するようになりました。で、ちなみに皆さん、これややこしいんですけども、明治時代に入るまで本姓、いわゆるこの藤原氏ですね、本姓は藤原で変わりません。しかしこの五家はいずれも名字です。本姓と名字とは明確に区別されていました。例えば徳川氏でありますね。この徳川氏も、徳川氏というのはあくまで名字です。じゃあ本姓は何かというと、本当かどうかはともかく源氏なんです。だから源の阿蘇美家康っていうのが正式な名前なんですね。で、こうしていわゆる五石家が摂政関白を独占するようになったといった気候はいいんですけども、それはあくまでも政治の実権とは全く関係のない、いわゆる有名無実なんですよ。有名無実がそのものの時代が続いたわけなんですね。しかしですね、そんな五石家なんですけども、ある時期ににわかに脚光を浴びることになります。それはいつかというと、戦国時代も終わりの頃に一人の戦国武将によってにわかに脚光を浴びることになるんです。それは一体誰でしょうか。